カドマ国際映画祭は日本の大阪府カドマ市で開催される国際映画祭である。カドマ国際映画祭はカドマフィルムコミッションが企画運営している映画祭で世界の作品を公募し、最優秀作品賞や大阪府知事賞、カドマ市長賞、そして最優秀主演男優賞や最優秀主演女優賞など個人賞のある映画祭で映画祭最終日に行われる。 受賞式に特徴がある。海外のフィルムフェスティバルと提携しており、カドマ国際映画祭の入選作は各国のプロデューサーのもとに送られ、現地のプロデューサーたちに選ばれると、ワシントン DC、ヒューストン、ボストン、サンフランシスコといった都市で開催される映画祭で招待作品として上映される。未来の映画監督を育てるための祭典で、 ダンス映像部門や舞台映像部門もあり、映像作品全体のファン開拓と地域の活性化を目的として運営されている。また、本映画祭運営事務局代表であるナスタカ氏は、本映画祭の運営を評価され、内閣府が講演する地域活性化事業、ふるさと名品オブザイヤーの2018年度、製作奨励賞を受賞している。運営事務局のメンバーでもある。 小宮佐江子氏がデザインをしたド間国際映画祭2020の公式ポスターがベストフィルムフェスティバルポスターオブ2020において世界の優秀作品10作に選出され、その後80カ国からの投票の結果、2020年度の全世界の映画祭のポスターの中で世界一のポスターとして選ばれた。このことを表して同志は泉氏の市長から賞子を授与されている。 2021年度からは、京阪本線と大阪モノレールの高架下のオープンスペースに、門間市駅高架下シアターという仮設の野外映画館を設営し、門間国際映画祭の受賞作品や商業映画などの視聴機会を市民に提供している。これは地域における先導的かつ特色のある取り組みとして、大阪府の公式サイトでも紹介されている。J コム社と、 業務提携しており、映画祭終了後に、カドマ国際映画祭セレクションという特別番組が、数日間にわたって、週末のゴールデンタイムなどで放送されている。この特番では、日本最大のケーブルテレビ事業者の JCOM の放送枠で、カドマ国際映画祭の入選作品の中から、さらに選出された作品を、ダイジェストではなく、作品をそのまま編集することなく放送される。 海外作品部門、国内長編映画、中編映画、短編映画のコンペティション部門、ダンス映像コンペティション部門、舞台映像コンペティション部門、観光映像部門などを有する。過去に授受注された主な賞には以下のものがある。ありがとうございます。